想像以上にアドリブパートが多かったなっていうのが嫌な汗もかきつつはいんとかそのパートを取り終えたんでほっとしてます僕はインテリアだったり雑貨小物が好きで結構そうした趣味では少し女子寄りの好みというかやっぱり 周囲の芸人なんて段ボール箱で飯食ってるやつらばっかりなんで僕はやっぱりちゃんと外苑前へ行くんで、はい、外苑前で家具見に行こうって言ってついてきてくれる芸人がいないんですよねその点で言うとちょっと苦労してますけどねそうですねしてみたいですしライバーの方なんかもねあのお部屋なんか公開されてる方もいらっしゃるでしょうから。 でまあ、でも自分の演出としてね背景を作り込んでいる方もいると思いますしその辺のセンスなんかも合わせて見てみたいですね奥さんがちょっとビンテージ花瓶を集めたいということでちょっとサプライズでプレゼントしてあげようと思って、まあ、旧東ドイツ時代のビンテージの花瓶なんですけど50年代から80年代90年代ぐらいまでに製造されたそれをプレゼントするためにその専門店に僕が あ大阪にあるんですけども大阪の専門店まで行ってその花瓶をいろいろ吟味してたら僕が影響されてはまっちゃって今家に置く場所がないぐらいと買い集めちゃっててどうしようかなっていうところなんですけど本当にヨーロッパ各国から個人輸入で取り寄せたりその大阪の専門店行ったり。 120個ぐらい集まっっちゃったんですよね行けられる花の数よりも花瓶の方がちょっと多くなってしまって今家中をせっしてる状態なんですけどそれこそ今お話しした花瓶の専門店が大阪にあるんですけどそこの販売員の方女性の方が1人あの1人で回してるお店なんですけども。 その僕は花瓶購入を通じて僕を飛ばして奥さんと親友になってしまって今あの家族の中に混じって一緒に遊園地行ったりあの家に遊びに来たりするような,なんかつながりができましたね。今度奥さん一緒に西ドイツに買い付けに行くって言ってるんですけど1,800円ぐらいするとんかつですね。 1800円ぐらい前後のちょっといいとんかつをせーのでで食べ歩いてますね別個で塩を持ってくるんですよ1800円ぐらいからなんですかね多分塩持ってくるタイプの店ってでロースのね脂身のこの境目のバランスもいいんですよね僕ヒレよりまだロースなんですけどそこのいい脂の溶け具合と塩味の溶け具合のこの バランスの取り方その後はこの塩の選び方各店舗によって違うんで1200円ぐらいだと塩はついてこないんですよねなんで塩を持ってくるかどうかぐらいの感覚のとんかつをちょっと,ょっと贅沢したい時は食べてますね奥さんですねその花瓶にせよインテリアにせよ まあそうした雑貨小物を通じて家づくり、家全体の構想だったりっていうのは、奥さんと休みのたびに、休みじゃなくても午前中が空いた、午後だけが空いたっていうたびに、一緒に出かけて、こんなの置いてみたいね、こんなの買ってみたいねなんていう話をしながら、ウィンドウショッピングしてますけど。花瓶の話できる芸人いないですからねそうなんですよね。